フロントストラングルホールドに似た袖車絞り。下の腕の袖を持って締めている。通常は上の腕の袖を持つことが多い。突っ込み絞り。両手で相手の両襟を持って締める。締め技とは格闘技で人間の首を締めて相手を屈服、失神させる技である。一部の流派では窒息死させる技のこと。 締め技と表記した場合、首以外の体を固定し、締め上げる、別の技分類となる。締め技と締め技関節技をひとまとめしたものを動く、技という。古流柔術、ブラジリアン柔術、柔道、合気道、少林寺拳法、プロレス、ルタリーブリ、逮捕術、五神術、総合格闘技などに見られる。締め技で失神することを落ちるという。 軽動脈動を圧迫されて出身したものは閉めるのを止めるとすぐに脳への血流が再開するため問題はないが、気管を圧迫されて出身したものは放置しておくと危険なため、すぐに蘇生のため応急処置が必要である。閉め技も関節技や投げ技と同じく独特に高度に洗練された技術である。実践で有効なものにするためには、 かなりの稽古量を必要とする。主に締め技は3つに分かれている。直接、軽動脈動を圧迫し、軽動脈動反射を引き起こし、脳に酸素が行き届かないようにする。口頭流気を押し込め、気管を塞いで肺に空気が行き届かないようにし、窒息させる。口や鼻といった呼吸器を塞ぎ、呼吸できないようにし、窒息させる。 といったものである。なお、首の喉仏周辺の骨筋肉のない部分や、筋肉の少ない頸動脈の部分を指などで圧迫させる方法もある。長時間閉めたままにしたり、喉仏を潰すように閉めると死亡事故につながるので、注意が必要である。頻繁に落とされていると、少し閉められただけで落ちる、落ち癖がついてしまう。なお、 短時間に複数回締め落とされると、ほぼ間違いなく失禁してしまうため注意が必要である。かける人間もかけられる人間も事前にトイレに行くことが望ましい。カルガリー大学医学部のドクターが発表した首血管圧迫における意識喪失のメカニズムという論文において首の太い人ほど早く落ちやすいという結論が出ている。古武術は 基本的に武装した複数の敵を想定しており、すでにより1対1で戦う締め技は、捨て身技になる。このため確実に殺害できるように、目つぶしや打撃を併用する技もある。また、締め技と称していても空き差しを併用する技もある。柔道や、総合格闘技においても、締め技や、関節技で反撃される可能性があるため、直接締めるのではなく、 打突により首動脈や喉を攻撃する技の方が多い。ありがとうございます。